ワシル・ロマチェンコは、ウクライナのプロボクサー。オデッサ州ビルホロドドニストロフスキー出身。元 WBO 世界フェザー級王者。元 WBO 世界スーパーフェザー級王者。元 WBA スーパー WBC フランチャイズ、WBO 世界ライト級統一王者。世界最速の3階級制覇王者。アマチュアでも輝かしい成績を誇り、北京オリンピックは、フェザー級。 ロンドンオリンピックはライト級で金メダルを獲得し、オリンピックに連覇を果たした。アマチュア時代の戦績は396勝1敗、また1敗した相手にはその後2度勝ち越している。プレッシャーをかけ、点数を多く出して多彩なテクニックを武器に試合を組み立てる。特にコンビネーションを交えたボディ攻撃がうまい。ボブ・アラムのトップランク所属。トレーナーには 父親のアナトニーがついているが、もし父親がボクシングのトレーナーをやっていなければ、アイスホッケーを選んでいただろうと話している。左の腹部に父親アナトニーの顔の入れ墨を入れているが、父親は息子のロマチェンコが入れ墨を入れることに反対している。2007年11月、シカゴで行われた世界ボクシング選手権にフェザー級で出場し、決勝で、 アルバートセリモフに敗れ金メダルに終わった。2008年8月、北京オリンピックにフェザー級で出場し、1回戦から準決勝まで勝ち上がり、決勝戦は第1ラウンドでレフェリーストップコンテスト。金メダルを獲得した。2008年11月、リバプールで行われたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にフェザー級で出場し、金メダルを獲得した。 2009年9月、ミラノで行われた世界ボクシング選手権にフェザー級出場し、準決勝でオスカルバルデスを破り、金メダル獲得を果たした。2011年9月、バクーで行われた世界ボクシング選手権にライト級で出場し、2回戦でホセカルロス・ラミレスを破り、連覇を達成した。2012年8月、ロンドンオリンピックにライト級で出場し、 準々決勝でフェリックス・ベルデ法を破り、フェザー級に続きライト級で金メダルを獲得した。その後は、相場主催のワールドシリーズオブボクシングに参加するなど、アマチュア続行か、プロ転向か悩んでいたが、2013年にプロに転向するとロマチェンコは公式にメディアに発表。アマチュア戦績は397,396勝1敗。 なおいっぱいは2007年シカゴの世界ボクシング選手権決勝のみだった。フェザー級プロ転校発表後アメリカに渡り、ボブ・アラムのトップランクと契約を交わした。同じ北京オリンピックとロンドンオリンピックのライトフライ級部門で金メダルを獲得した数指名とロンドンオリンピックミドル級部門金メダリスト村田良太が所属しているプロモーターと契約を交わしたことで話題を集めた。 さらにセルゲイ・コバレフなどロシアの有力プロボクサーを多数要するマネージャーのエグリス・クリマスと契約を交わした。2013年10月12日、ラスベガストーマスマックセンターでファンマヌエル・マルケス・ VS ・ティモシー、ブラッドリーの前座にて WBO 世界同級6位で WBO インターナショナル・フェザー級王者のホセ・ラミレスとデビュー戦で対戦した。試合は、 初回1分過ぎに、左ボディショットで、最初のダウンを奪いペースを握ると、2回、3回と、フックと連打で、ラミレスを劣勢に追い込み、4回左ボディショットが2発、当たるとラミレスは、転がり込んでダウン。リフェリーはカウントするも悶絶したラミレスを見て、カウントを途中でストップ。4回2分59秒小勝ちを収め大座獲得と、同時に WB オフェザー級5位にランクインした。 2014年3月1日、テキサス州サンアントニオのアラモドームにて、フリオセサール・チャベス・ジュニア対ブライアン・ベラの前座で、WBO 世界フェザー級王者、オルランド・サリドと対戦。史上最短となるプロ2戦目での王座獲得を目指したが、相場が立ち上げた、プロボクシングの国際大会である、ワールドシリーズ・オブ・ボクシングで6試合を行っているため、 アメリカの公式記録では8000目と記録されていた。試合は前日計量でサリドが体重超過で王座を剥奪されたため、ロマチェンコが勝った場合のみ、王座獲得という変則ルールで行われ、12回1から2の判定負けでプロ初黒星と同時に王座獲得に失敗した。2014年3月20日、WBO が 指名挑戦者のゲイリー・ラッセル・ジュニアと WBO、世界フェザー級5位のワシル・ロマチェンコに WBO、世界フェザー級王座決定戦の交渉を30日以内に完了させるか入札を行うよう指令を出した。2014年6月21日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートにて、ロバート・ゲレーロ VS、亀貝機関の前座で、 オールランド・サリドの王座剥奪に伴い空位となった WBO 世界フェザー級王座決定戦で WBO 世界フェザー級1位のゲイリー・ラッセル・ジュニアと対戦し12回2から0の判定勝ちを収めプロ最短タとなる3戦目での王座獲得に成功した7月14日 WBO はロマチェンコを2014年7月度の月間 MVP に選出した 2014年11月22日、マカオのザベネチアンマカオにある、古体アリーナで、マニー・パッキャウ対、クリス・アルニエリの前座で、WBO アジア太平洋フェザー級王者で、WBO 世界フェザー級1位のチョンラターン、ピリアピン用と指名試合を行い、4回に、チョンラターンからダウンを奪うも、その後は右拳を負傷してて仕留められなかったが、 多彩なテクニックを披露して12回3から0の大差、判定勝ちを収め初防衛に成功した。2015年5月2日、MGM グランドガーデンアリーナで、フロイド・メイウェザー・ジュニア VS ・マニー・パッキャオの前座で、WBO 世界フェザー級1位で、ナボ北米フェザー級王者がマリエル・ロドリゲスと2試合連続の、指名試合を行い、小負けがなかったロドリゲスにボディフック一撃で門絶行。 奪い試合終了。9回55秒小勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2015年11月7日、ラスベガストーマスマックセンターで、ティモシー・ブラッドリー VS、ブランドン・ディオスの前座で、ロムロ・コアシチャと対戦し、ボディフックで門絶コを奪い10回2分35秒小勝ちで3度目の防衛に成功した。スーパーフェザー級2016年6月11日。 マディソンスクエアガーデンシアターで WBO 世界フェザー級王座に在位したまま WBO 世界スーパーフェザー級王者のローマン・マルチネスと対戦初回からストップ寸前にする展開に何度も持ち込み最後は左アッパーから右フックでマルチネスを失神させる5回1分9秒小勝ちを収めの上直也を上回る世界最速7戦目での2階級制覇を達成した 試合後に WBO 世界フェザー級王座を返上した。6月13日に WBO の2016年6月度月間 MVP に選出された。2016年11月26日、ザコスモポリタンで元 WBA 世界フェザー級スーパー王者で WBO 世界スーパーフェザー級8位のニコラス・ウォータースと対戦し、 ウォータースが7回終了時に棄権したため、初防衛に成功した。この試合で、ロマチェンコは100万ドル、ウォータースは30万ドルのファイトマネーを稼いだ。2016年12月27日、ファイトニュース .com は、ワシル・ロマチェンコを2016年度のファイター・オブ・ザ・イヤーに選出した。2017年4月8日、メリーランド州。 ボクソンヒルの MGM ナショナルハーバーナイアリーナで元 WBA 世界スーパーフェザー級王者で WBO 世界スーパーフェザー級2位のジェイソン・ソーサと対戦し、ソーサが9回終了時棄権したため2度目の防衛に成功した。2017年8月5日、ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで WBO 世界スーパーフェザー級10位のミゲル・マリアがと対戦し、 マリアガが7回終了時に棄権したため、3度目の防衛に成功した。8月11日、WBO は、ロマチェンコを WBO の2017年8月度の月間 MVP に選出した。2017年12月9日、マディソンスクエアガーデンシアターで2階級下の WBA 世界、スーパーバンタム級、スーパー王者で、WBO 世界、 スーパーフェザー級1位のギレルもリゴンドーと対戦し、リゴンドーが6回終了時危険したため、4度目の防衛に成功した。12月11日、WBO はロマチェンコを2017年12月度の月間 MVP に選出した。この試合でロマチェンコは120万ドル、リゴンドーは40万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年12月、リングマガジンと u s a t o d a y と f i g h t n e w s c o m は、ロマチェンコを2017年度の年間最優秀、選手賞に選出した。2018年1月19日、マニー・パッキャオがフィリピンで、ロマチェンコと交渉している。自分が階級を落とすかどうかで話し合っていると語ったことに対し、ロマチェンコ陣営は、ロマチェンコが、パッキャオと対戦することはない。 ウェルター級とスーパーフェザー級の対戦なんて、非常識だよ。パッキャオ戦が実現して勝利したとしても、半引退状態の年寄りに勝ったと言われるだけ、と、パッキャオとの対戦を否定した。ライト級2018年5月12日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、WBA 世界ライト級王者ホルヘリナレスと、対戦。6回に、プロ転向後初となるダウンを奪われるも、 10回2分8秒で TKO 勝ちを収め世界最速の3回級制覇を達成、スーパー王座に認定されるとともにリングマガジン王座も獲得した。試合後同年8月25日にカリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムにて初防衛戦を行う予定であることも発表した。2018年5月23日、ライト級に専念するために WBO 世界、 スーパーフェザー級王座を返上した。2018年5月30日、ホルヘリナレス戦の第2ラウンドに負傷した右肩の関節強視化手術を受けた。これにより、8月25日に予定していた試合は中止となった。2018年12月8日、マディソンスクエアガーデンシアターにて、WBO 世界ライト級王者ホセペドラザトに団体王座統一戦を行い、 12回3から0の判定勝ちを収め WBA 王座の初防衛と WBO 王座の獲得に成功した。試合後2019年4月12日に自戦を行う予定であることを発表した。2019年4月12日、ロサンゼルスのステープルズセンターにて元 WBA 世界ライト級王者で WBA 世界ライト級1位のアンソニー・クローラと対戦し、 4回58秒 TKO 勝ちを収め、WBA 王座は2度目、WBO 王座の初防衛に成功した。ロマチェンコは、クローラの頭を殴って越した最後のパンチで、右手の指に小さな骨折と人体の脱臼をしたためキップスで、固定し医師から6週間の安静を指示された。二千十九年五月七日、WBC は、ロマチェンコ陣営からのミゲル・アンヘル・ガルシアの 王座返上により空位になったライト級王座決定戦に出場したいという請願を承認し、ロマチェンコと WBC 世界ライト級1位のルーク・キャンベルとの間で WBC 世界ライト級王座決定戦を行うように指令した。WBC 型団体王者に WBC 王座の決定戦を行うよう指令するのは異例中の異例のことで、 スター優遇と批判の声が上がった。2019年8月31日、ロンドン王にーーアリーナで、WBC 世界ライト級1位のルーク・キャンベルと、WBC 世界ライト級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め、WBA 王座は3度目、WBO 王座は2度目の防衛及び、WBC 王座の獲得に成功した。 2019年10月24日、メキシコのカンクンで開催された WBC 年次総会で WBC はロマチェンコを WBC 世界ライト級フランチャイズ王者に認定するとともに暫定王者だったデビン・ヘイニーを正規王座に昇格することを発表した。この動きに対してヘイニーのプロモーターであるエディハーンはヘイニーはロマチェンコと対戦したかったのに トップランク社がロマチェンコがフランチャイズ王者になれるよう要求したのです。ヘイニーが批判を受けけているが、それはヘイニーのせいではありません。彼はロマチェンコと対戦しようと必死でした。しかし彼は対戦できないと言われたのですと批判した。2020年8月14日、WBC 年次総会にトップランク社、カール・モレッティ副社長が出席し、 ロマーチェンコが放置する WBC 世界ライト級、フランチャイズ王座を、次戦のテオフィモ・ロペスとの試合でかけられる、要要求。WBC は、フランチャイズ王座はあくまで称号であり、王座としてかけられるものでないとしていたが、これを翻して、テオフィモ・ロペス戦に、フランチャイズ王座がかけられることを承認した。2020年10月17日、 ラスベガスの MGM グランドナイザバブルにて、IBF 世界ライト級王者テオフィム・ロッペスト4、団体王座統一戦を行い、12回0から3の判定負けを喫し、WBA 王座は4度目、WBC 王座は初防衛、WBO 王座は3度目の防衛に失敗、王座から陥落した。試合後、ロマーチェンコは、試合の前半ではロッペスは私よりも多くのラウンドを、 取ったと思うが、後半は私が取ったと思う。私の方がはるかに良かったスコアカードには絶対に同意しない。私が試合に勝ったと思う。しかし結果は結果であり、今はそれについて議論するつもりはないと判定について不満を述べ、ロペスの体格とリーチのために彼を捉えるのは容易ではなかった。ロペスが私に再戦を与えるかは彼次第だが、もちろん私は、 再戦したいと語った。また、ロマーチェンコは、2018年にも手術を受けた右肩の痛みが試合前に再発し、痛み止めの注射を打ちキャンプで一週間トレーニングができなかったことや試合中にも痛みを感じていたことが明かされ、再び右肩の手術を受けた。2021年6月26日、ラスベガスのバージンホテルズ、ラスベガスシアターに2072人の監修を、 動員して、中谷正義とノンタイトル12回戦で対戦。5回にダウンを奪い、9回に左ストレート、右フックを打ち込んで中谷が防戦一方となり、膝をキャンパスにつくと、レフェリーが試合を止め9回 TKO 勝ちを収めた。ありがとうございます。